出た。あ、出た。やった。やった。おお、でかいでかい。でちょっとあの岩の階段のところは電波が切れやすいんで、もし切れてたら教えてください。切れてなくてもなんか適当にお願いします。ここがね電波切れちゃうんだよね。沖縄寒いな。鼻水が止まらないよ。いけよし、じゃあ今日も頑張っていきましょうかね。あんまり立ち込みしたくないな、寒いから。お願いします。ダン。風が厄介ですね。よっ、ヘビーミノーでやってみよう。じゃん。今日のラインナップはこんな感じです。今日穏やかだったらリーフエッジが出るかもしれないね。穏やかだったら一応今が風速3メートルくらいだったかな。で正午にかけて風速10、5メートルくらいの向かい風。今も向かい風。ハタちゃん来ないかな。ハタちゃん、ゴンベちゃん、ベラちゃんかな。あれかな、アゲに変わったら活性が上がるのかな。どうなんだろうね。何やつだ。いい当たりでしたね。おお、引く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 。あ、旗だ、やったー。はい。レッドなんていらんけどな。一匹目は旗くんだ。ちょっと向こうに行きますね、写真撮りたいんで。はい、石垣旗ですね。 LG ヘビーミノーで釣れました。石垣旗。ちょっと顔が隠れてると。あ、だだだ、あ、だだだだだ。ごめんね、写真撮って逃がしてあげようね。なんかやってる。あれ、ん、なんだあれ、ナブラか、ん。カメか、シャチか。あー、ナブラ、GT じゃない、 GT じゃないあれ。100m くらい先。無理だろ、届かねえよ、これじゃ。これで届かねえよ。多分あそこにベイトの塊があって、ドーンってたまにある。いや、届かないから。こういう時にライトタックルなんだよね。来た。あー、バレた、ごめん。来た来た来た。あー、まだバレました。何度でも来るんじゃゴンベかな。水深も今ちょうどいいしな。来た。あー、無理。無理。食ってくるけど乗らないから。ベラちゃんかな、なんだろう。キヌベラとかね、ちょっと大きいベラちゃんだったらね、結構パクッとくるね。小さいリュウグウベラとか、あの辺だとなかなかかからない。あ、来た。ポケットにはいるみたい。竿が曲がるのが分かりやすくておもろいですね、ウェイトフィネスは。釣れそうなのはここかな。ここちょっとこう深くなってるんだけど、でこう畳岩に変わったその境目のリーフエッジとかがよく釣れる。それだともうリーフエッジには届いてるかな。届いてないな。まあでもいけるんじゃないかな。来た。いた、やっぱり。え、いるでしょ。はい、かわいい。釣れてくれたのはとってもかわいい石垣旗。石垣旗くんです。かわいいっすね。よし、さよなら。さよなら。やはりいましたね。よし。おっと、いや、まだ早い、まだ早い。わあ、当たる。めちゃいる、あそこ。まあ時じゃない。でさっき言ったちょっとこうくぼんでるところがあるんですよ。ここくぼんでると波がこういう風に斜めから入ってきて潮が落ちるところがあるんですね。そういったところにハタちゃんとかフィッシュイーターが住んでるんで、狙い目の一つですね。何にもないように見えて、なんかあるんです。
いろいろ通って研究してほしい。この辺釣れる、あの辺釣れるって。何にもないフラットに見えるんだけどね。違う。オッケー。おー、ブルブルするブルブルする。オッケー。旗が電気だ。いや違う、これはパワフルファイターゴンベだ。写真撮ろうぜ。釣れたのはイソゴンベ。 LG ヘビーミノーで釣れました。イソゴンベかわいい。角が出てない、寒いからか。よし、写真撮ろう。一応チューブをつけてるんで、まあ多少飲まれたりガチャガチャやってもノットの先端くらいね、その辺は傷がつかないようにしています。だからこう永続して釣りができる。きたー、めちゃいる。やったー。おー、今日一だー。これはパワフルだ。あー、パワフルゴンベだ。やったー。はい、すぐ釣れたのはイソゴンベさんです。きたわ。LG ヘビーミノーで釣れやした。キャワ、これもう逃がそうね。さっき写真撮ったんで逃がします。来た、ここです。今更言う。ここです。あ、ベラだ。やった、キヌベラの可愛い子供が釣れた。はい、釣れたのはキヌベラの子供です。キヌコ。LG シンキングペンシルで釣れました。やった、写真撮ろう。はい、暴れないで。暴れないで。来た、あー、バレました。バレました、しました。うおーうおー、ドゥクドゥクだ、ドゥクドゥクだ。うわゴンベだ。ゴンベはもう写真撮ったね。はい、釣れたのは沖縄でとっても人気のある魚、イソゴンベ。 LG シンキングペンシル。ゴンベかわいい、形が綺麗。ヒラメいっかな、わからん。穴があったらワームでも落としてみましょうか。じゃあイソゴンベさんでした、ありがとう、バイバイ。いや、この釣り楽しいと思うんだけどさ、なかなか普及しないんだよな、これ。面白いね。あ、来た。あ、これはもしかして、トップウォーターだ。トップゴンベが狙える気がする。トップウォーターでしょ？表層まで今、パクンってきた。あ、トップできた。トップできた。やったー。誰、旗かな。トップ旗だ。やったー。トップウォーターで石垣旗が釣れました。やったー、トップウォーター。写真撮ろう。どうか。すごいね、体を全部むき出しにして飛んできたね。あ、来た。あ、乗らない。下手くそ。食べるの。ハタちゃんはね、得意じゃないからね、表層のものを食べるのは。よくヘディングするんだよ。出た。あ、出た。やったー。やったー。おー、でかいでかい。あ、キヌベラだ。やったー。トップキヌベラ。これも写真撮ったけどな、トップウォーターで釣れたから写真撮りたいな。じゃあ釣れたのはとっても元気のいいキヌベラさん。キヌコがトップウォーターで釣れました。やった。やった。まあ、さっき写真撮ったからもういいや、逃がそう。このまま逃がします。この穴に。さよなら。よし。ネットめんどくさい、やっぱトレブルフックめんどくさい。早巻きしたら来た。ふー。
おお、引く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 、キヌベラだ。あ、こうやって中入ろうとするんだよ。よいしょ。はい、釣れたのは LG シンキングペンシルでキヌベラくんが釣れました。川ミントくんですね。逃がそう、さっき釣ったから。さっき写真撮ったから。あ、来た、来た。あー、バレました。黒かった。ボンベ、来た、来てる。よし、イソゴンベ、かわいい。イソゴンベくんが釣れました。やった、よし、逃がします。いや、本当だよね。両生類好きにはたまんねえ。来た。いや、大きくない。ゴンベかな。いや、アタちゃんだ。よいしょ。はい、釣れたのはかわいい石垣ハタです。LG シンキングペンシルで釣れました。石垣ハタ、かわいい。来た。違うやつか。なんか絡まった。ロッドになんか白いのが絡まった。リュウグウベラですね。リュウグウベラ。横っちょにもかかっちゃってる。ちょっと横っちょは外してあげるよ。釣れたのは今日初めてかな、リュウグウベラ。 LG シンキングペンシルで釣れやした。キャワ、写真撮ろう。よし。なんでこんな目の前に釣れるんだ。はい、久々。ああ、早い早い、ごめんね。かわいい石垣ハタが釣れました。ちっさ、ありがとう。逃がしてあげよう。あ、なんかいる。来た。あ、でか。いや、でかくない。あれ、違うやつだった。違うやつが先に食った。はい、石垣ハタ、違うやつがいる。よいしょ、表層付近に泳いでる、でかいやつが。はい、石垣ハタです。キャワ、あ、入ってた。あ、違う違う、なんかいる。ありがとう。ごめん。よし、あー、どっか行ってもうた。来た。あ、今日一、今日一のハタ。よいしょ。はい、釣れたのはイソゴンベ。今日一じゃないかもしれないけど、イソゴンベ。よし、急げ急げ急げ、まだ釣れるぞこれは。ありがとう、バイバイ。よし、あ、いるいる、キラージがいる。霞っぽいのがいた。大きくない、30くらい。もうわかんない、両手では数えきれないぐらい釣れてる。もう覚えられないぐらい。1、2、3、4、5、6、もう難しいんだよね、もうそれ以上は無理。あ、亀さん、亀さん来た。亀食った。あ、いた。多分霞70ぐらい。絶対取れない。絶対取れない。どっか行っちゃった。2匹目、さっきの霞とはもう全然違うね。でかい、あの亀よりも圧倒的にでかかった。来た。あーし、来た、やっと来た。
リュウグウベラがリュウグウベラが来ました。君じゃないんだよ君じゃあさ、はい、久々に釣れたのはリュウグウベラ、やったさよならありがとう、バイバーイ。はい、よし終わりにしますか。ほいっと。いやでも今日良かったね、ライトゲームでここまで釣れるとはちょっと予想外でしたね。ただ鬼平が回ってるんで、次はもうちょっと強いタックルで来ようかなと思います。というわけでお疲れ様でした、帰ろう、今日疲れた、よいしょ、さよならさよなら、今日頑張ったろ今日。